回ですね、お店で、なんちゃってキャンプをやってみて実際足りなかったものがありましたので、今回は、買ってきましたので紹介したいと思います。これは、折りたたみ式の箸ですね。この間もあの箸を使ってたんですけど、あれはあのお店用の箸を持ってきてたんで、やっぱり箸はあった方がいいなということですね。それと、水ですね。お店の水道の水をもちろん使ってたんですけど、いざという時にはこう実際水がないなということで、これはまあ普通の水道水を入れてきてます。あと、テントの中で、食べようとした時にテーブルがなかったんですね。でテーブルもいろんなテーブルがありますけど、あの持ち運びを考えて、これ実際あのスタンドロースターといって、これはセリアで買ってきたんですけども、これ実際テーブルじゃなくてね、あの焼き網なんですけども、ね、これをただ足をこう伸ばすだけなんですけど、これで、テーブルになるということですね。はい、こんな感じで。で、実際、ダイソーさんとかテリアさんにも、テーブルとして、100円で売ってある分があるんですけど、基本的に、プラスチック製とかですね、が多くて、熱いやつを直接乗せれないということで、一応この金属っていうんでしょうかね、金網のやつを、買ってきました。ということで今日はね、これを使いながらわざわざお湯を沸かしたりとかですね、火を使ったりするとちょっとまあ燃料系が、無駄になったらいけないんで、今日はね、お湯を沸かしてきて、まあチキンラーメンでもね、食べようかなと思っております。では早速お店で使ってるディファーズをね、電子ケトルでお湯を沸かしてきましたんで、3分間ですね。松茸です。はい、もうすぐ3分です。はい、3分になりました。では食べたいと思います。とっては熱くはないですね。まずいわけがないんでね、卵も何もないですけどね、まあしゃあないですね。ああ、持っちゃいますね。ということでね、チキンラーメン完食しました。ごちそうさまでした。ですね、まあ微妙にね、細いんでね、まあこれはちょっと仕方ないですね。まあこれ携帯にしてね、やっぱりフンとかね、フォークを持っていくという方法もあるんですけど、やっぱりね箸が万能ですので箸を持っていきたいと思います。それとスタンドロースターですね。この点は結構しっかりし、まあしっかりというかな、でもそこそこ真ん中はちょっと弱いですけど、まあ、端っことか手は大丈夫かなと思います。で折りたたみもですね、ただこれを足をずらしてやるだけなんで非常に簡単で、ね、携帯も便利だと思います。今回は、前回ね、実際揃えた道具を使ってみて足りないなと思ったテーブルと携帯用の箸、ね、を買ってきましたんで実際使ってみました。で、なんでまた今日私が店でこんなことやってるかなと思ったら、実は、今日は8月の、14日、ちょうど13時ですね、13時からずっと雨が降り続いてまして、線状降水帯がもう日本を覆ってるという状況ですね。九州、もちろん佐賀も
長崎も福岡も、ね、結構大変な状況になってます。で一応唐津市もレベル5に当たる特別警備、ちょっと見ると覚えてませんけど、が出ています。家族は自宅の方にいますけども、とりあえず2階ですね、なんかの時もすぐ2階に上がってっていう話で、結構自宅のすぐ近くの道路が冠水して、まあ車で動くのも大変だという状況になるんですけど、今のところ唐津、私が住んでる唐津地区の水位はそこまで上がってないということだったんで、でそんなにすごい雨でもないんでね、とりあえず今こういう状況でやっております。ということでね、まだまだ雨も心配で、もう実際被害に遭ってらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。まあコロナに雨、大雨ですね、大変な状況が続きますけどもね、とにかく第一に自分の命を守る行動をね、取っていきたいと思います。ということで今日はこの辺でね、軟弱インドアの動画を撮影してみます。